は美味しそうなパンの話題です。夜が中心のお店に限らず、飲食店はコロナの影響が続いています。苦境の今、福岡のパン店が仕掛ける一手とは。午前10時でこの行列です。何を今日は買いに来たんですか？マリトッツォです。まだ食べたくなるような美味しさです。福岡市中央区のアガムダコタン、買い物客のお目当てはこちら。パンに生クリームがたっぷり挟まったイタリアの郷土菓子マリトッツォ、すっかり有名になりましたよね。美味しさに加えて見た目のインパクトが客の心をわしづかみに。この店から空前のマリトッツォブームが巻き起こったと言われています。実はこのマリトッツォ、コロナ禍をきっかけに生まれた商品なんだそうです。一番は密を避けるために商品化させていただきました。これはどういうことなんでしょうか？皆様やっぱり一番10時の時点で全種類揃ってるので、その時間にお買い求められるお客様が多かったですね。お客様を分散化させるために、おやつ用のお菓子でマリトッツォっていうものを商品化させていただきました。昼食用のパンを購入するために午前中に集中していた客を分散させようと、おやつの時間に食べてもらえるパン、マリトッツォを商品化。コロナ禍を乗り切ろうとアイデアや工夫を重ね、店を代表する一品を生むことにつながりました。福岡市西区にある麦の木です。原材料にこだわった職人手作りのパンで親しまれ、ランチやディナーなどレストラン事業も行っています。おいしい。友達と一緒に来たんですけど、その時がこう美味しかったのでもう一回来てみようかなと思って。昨年末、順調に客足は回復、希望を持っていましたが、24日にマンボウが発令されてから、翌日が組数で5組のお客様で、その次が2組のお客様というような状況になってしまったので、こんなに影響出るんだなと思って、今早速休業してしまった。感染拡大の波が飲食店を繰り返し襲う中、レストランのノウハウを生かした事業を去年の秋に始めました。この日、店長が向かったのは商業施設にある店舗。並べているのは惣菜です。パン屋さんじゃなくて惣菜をメインのお店として、改装いたしました。コンセプトはお持ち帰りレストラン。目にも鮮やかな商品が並びます。さらに惣菜を充実させれば、それを乗せたパンの商品展開にもつながるなど、様々な可能性が広がるということです。ピザのようなパンのトッピングとしてこういったものが成り得たり、ノウハウとして蓄積することができれば、今あるレストランの方々、パン屋さんの方々、別々で営業されているような方々を引き合わせていくようなこともできていくと思うので、そういったところの足掛けになればいいかなという。惣菜を陳列する銀色のショーケースは国の制度を活用して導入しました。助成金なんかを活用させていただいて、厨房面積を広げたり、厨房と事務スペースを分けたりとか、かなり効率化を図ることができました。活用したのは国の業務改善助成金。中小企業が従業員の最低賃金を上げた額に応じて設備投資の補助を受けられる制度です。本店でもパンを作る機械や陳列棚などの導入につながりました。焼きたて台を用意して、焼きたてのパンを直接置いて並べていけるようにして、やっぱり焼きたてはその場で食べてもらいたいなっていう思いがあって。最低賃金を90円上げた麦の木では、系列店も含めた設備投資600万円のうち8割の480万円が補助されます。福岡労働局によりますと、去年10月、県の最低賃金が842円から870円に上がったことなどから、制度の活用が大きく伸びているということです。やはり制度自体を知ってる知らないということでも大きく違ってくる。正直今現状を知らないっていう方がたくさんいらっしゃるので、もっともっとその辺のアナウンスなんかが
できていくような仕組みになると、みんなもっと活用できて、宅配を含め家で食べる習慣が定着する中、阿比留さんはコロナが収束しても外食を取り巻く状況はコロナ前には戻らないと見ています。この時代がちょっとかき回してくれたところはあったと思うので、皆さん の, その今回 の, その食に対する興味とか変化っていうものを、僕たちは組織としては上手に捉えてやっていきたいなという。状況は厳しくとも社会の変化を成長のきっかけにすると意気込んでいます。元に戻ることを望むべきではないというふうに思っているというか、当初から計画していたということではないんですけれども、やはりトライアルをし続けてきた結果が次のトライアルにつながっていってる。非常に厳しい今だけではなくて、コロナ後を見据えて新たな仕掛けをしているということですけども、堤さんどう受け止めましたか。はい、はい、飲食店、パン屋さんも含めてですけど、皆さん困っていてですね、今までパンをやっていたお店がその惣菜に乗り出したり、で逆に今度惣菜やお弁当をやってらっしゃったお店がですね、パンに乗り出すといったケースもあって、かなり激戦になってるんですね。それだけに各お店 の, その知恵工夫がまた試されるという状況にはなっていると思います。麦の木もさまざまな仕掛けしていましたけども、麦の木に聞くと、去年の秋小麦が値上げされてさらなる値上がりを懸念しているというお話でした。でお店としてはもういずれ企業努力で吸収できなくなる恐れがあると、夏以降商品内容の見直しをせざるを得ないかもしれない、こんなお話もしているんですけども、堤さん、この値上げの波というのはどういうふうに見ていらっしゃいますか。はい、私はですね、今後、ここにもロシアの影響が出てくると見ています。やはりロシアはですね、小麦の輸出大国なんですね。でこの輸出が滞ると当然値段が上がってくるということですので、これはパン屋さんの経営を圧迫していくということはもう間違いないわけですね。ですので、もう小麦粉もそうですけども、食品関連で の, そのロシアにの今回の侵攻による影響、これを注視していきたいですね。そのロシアで言えば、少しちょっと規模が大きくなる話にはなるんですが、こちらスイフトから排除されるという話もあります。ということで、スイフトとは何ぞやというのをご説明いたします。200を超える国と地域の金融機関が国をまたぐ貿易などの時にお金をやり取りしますが、その時に使うシステムのこと、これをスイフトと言います。でこのスイフトからロシアが除外されるとどうなるのか。小麦などの穀物、エネルギーなどを輸出しても、ロシアがお金を受け取ることができなくなるということで、経済活動に大きな支障をきたすのではないか。金融の核兵器とも言われる最終手段と言われています。このロシアがスイフトから排除されることで、堤さん、福岡にはどんな影響があるんでしょうか。はい、福岡の企業にもですね、そのロシアにその支店とかその出先を置いている企業ってたくさんあると思うんですね。でそういったところに影響が出てくる可能性があると見ています。例えばですね、そのロシア の, その出先の、お店とかにですね、そこの社員に給料を払うと、もちろん会社は払うわけですけれども、それがロシアの銀行に振り込まれるという形になると、そこで引き出せなくなる可能性があるということも想定されます。メガバンクは支店をモスクワリとか持ってますけれども、そこから先 の, その資金の移動もできなくなるということで、かなり混乱が予想されますので、今おそらく福岡県内の企業も含めて皆さん、そのどうやったらそこを乗り越えられるのか、情報収集に全力を挙げている状況だと思いますね。はい、でこのロシアだけではなくて、相手国、私たち日本も経済活動大きな支障をきたす可能性がありますけれども、いわばその返り血も浴びる中で、なぜここまでするんでしょうか。はい、それはやはりロシアのプーチン大統領がですね、各国 の, その警告を振り切って、軍事侵攻したと、これに対してそのアメリカやヨーロッパ、日本もですね、厳しい姿勢で、臨む、許さないという姿勢の表れがだと思うんですね。でこれロシアの国内でお金が、回らなくなると、困る人が出てきますし、その物の値段が上がればロシアの国民には不満がたまる、そうした不満がですね、政権への批判に向いて、プーチン大統領が進めるその展開を抑えられないか、そういったところを狙っているわけですね。この軍事侵攻をめぐってはロシアとウクライナの停戦交渉、日本時間の今日午後ですから、そう遠くない時間に始まる見込みです。なお AP 通信によりますと、ウクライナ内務省は民間人の死者が352人になったと発表しています。ここまで特捜9チームでした。